まあ最短最短で集客しやすいのがやっぱインスタグラムの特徴としてありますインスタグラムにはないこの拡散力っていうのがツイッターの一番の人ッとその人の動画を一回見ただけでファンになるこのファン化の教育力っていうのがものすごい強いこれが YouTube の最大の特徴になります やらないと損今最もおすすめな集客に使える SNS 参戦についてこの動画でお届けしていきますこんにちは株式会社 SYK 代表の北野ですこの動画では、えー、今ねこれから集客をしていきたいけどもどのね、えー、集客バイトを使っていけばいいのかわからないであったりとか、えー、ネットオンラインでコストをかけずに無料で集客する方法が知りたいであったりとか、まあ、それこそね毎月三十人とか五十人とか百人とか安定した集客をしていくための仕組みを作っていきたいとか まあ,それこそね、まあご家族であったりとか本当に旅先でね旅行に行ってる間でも集客ができる、まあ、そういった仕組みを作っていきたいという方はですねぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。今度は最後まで見ていただくことによりまして本当にコストをかけずにね、まあ、そして自宅にいながら SNS を使って見込みのえ濃いですね お客客様を集集めめるための、まあ、集客媒体具体的にどんな SNS とどんな SNS とどんな SNS を使っていけばいいのかというのが分かりますので是非楽しみにしていただければというふうに思いますではですね早速本編入っていきたいと思うんですけどもまず1個目の SNS これはですね何かというとですね インスタグラムになります、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけどもでなぜインスタグラムが集客に今最も効果的なのかっていうことなんですけどもこれはですね少ない労力で最大のね、えー、まあレバレッジを利かせて、まあ、基本的に集客するまでの期間っていうのを早めることができると。 いうことなんですすすね最、まあ、最短速最で集客ししややいののがやっぱりりインスタグラムの特徴としてありますでこれなぜかということなんですけどもまずインスタグラムをやるときにね、まあ、もちろん投稿であったりとか、まあ、あとはねコメント周りとかね、まあ、ストーリーとかいろいろやることってあると思うんですけども基本的にですねインスタグラムっていうのは、まあ、1日15分からまあかかっても20分ぐらいの作業なので本当に隙間時間ね、まあ、それこそお子さんの送り迎えの間とか電車の移動時間でまあできてしまうそれで本当に1か月間でね、えー、1,000フォロワーとか、えー、1,500フォロワーいく場合だ二千2,000フォロワーとかをですね、まあ 集めることとが十分可能ですとで実際僕の場合もねあの最近また新しく趣味系のねインスタグラム立ち上げて2ヶ月で今だいたい5,000フォロワーぐらいまで増えてたりするんですけども極めて短いスパンでフォロワーを最短で増やすことができるでらにいやでもねインスタグラムって、まあ、映えをしないといけないんじゃないのすごいね綺麗なインスタ映えをするって言ったりするんですけどお写真を撮ってアップして加工したりとか、ね、必要なんじゃないのっていう方いると思うんですけどもうこれからの時代はもうそれも昔の話ですねもうインスタ映えしない方が集客できると。 まあい,いことなんですねなのでぜひ、まあ、ねこれはもうインスタ映えは不要だと思っていてください。で簡単な本当に画像とかですねを使って1日15分とか20分の作業でフォロワーを集め集客にね役立つ売店育てることができるというのがいいことになりますと。で2つ目2つ目のエッセンスはですねツイッター になります、えー、このツイッターはですね、えー、今日本国内でもですね、まあ、4500万人以上の、えー、アクティブユーザーがいる極めて大きいですねあの、まあ、メディアと今なっているわけなんですけどもツイッターっていうのは、まあ、インスタグラムと比べて何が違うのかっていうとですねこれはやはり拡散力です。ツイッターももですねもちろん 隙間時間を使って、まあ、一日二十分とか三十分とかの作業であれば、まあ、しっかりとね、フォロワー獲得して、集客に役立つような売店育てることはできるんですけども。まあ、インスタグラムよりは、まあ、ちょっと手間がかかるっていうのは一個あります。ただ、このツイッターにしかないですね。インスタグラムにはない、この拡散力っていうのが、ツイッターの一番のメリット、魅力としてあります。これは、お客様に刺さる、たった一つのツイートをですね。まあ、シェア、まあ、リツイートって言ったりするんですけども、されるとですね。そのシェアしてくれた人のフォロワーの人にまで、自分。の のツイートですよねが拡散されていくとでそこから更に新規の流入が集まってきたりというように、まあ、拡散力は本当に爆発的ですなのでこのツイッターっていうのを使わない手はないということなので、まあ、インスタグラムと相性のいい SNS としてぜひこのインスタとツイッターっていうのはセットでね併用して使っていただくというのをねすごいおすすめしております3つ目の SNS は YouTube になりますこの YouTube というのはですね先に言っときます即効、えー、性はないです もう初めてまあインスタグラムとかついたみたいにね1ヶ月2ヶ月ですぐに集客できるっていうわけではないんですけどもまあ最低でも半年から1年ぐらいかけてちょっとずつですね集客力をまあ増していくいわゆるまあ資産構築型のまあメディアなんですね YouTube というのは。でこの YouTube ね結構うわ動画撮るの大変そうだなとかいや結構 結果出るまで長期戦だなっていうねえ風に思われてる方多いと思うんですけども、ただですよ実際にこの YouTube っていうのはあのまあ本当になんていうんですかね面白い YouTuber さんみたいな動画を撮らなきゃいけないというわけではなくてあくまでビジネス YouTuber として自分の魅力であったりとかその商品のストーリー価値っていうのを伝える一個の媒体としてねぜひ使ってほしいなと思ってるわけですよこの YouTube まあ本当に顔出ししたくないよという方はもう本当にパワーポイントだけで録画した音声だけの動画をアップするっていうのでも十分効果的ですしさらにこの動画でつ 伝えられる情報量っていうのは、まあ、ブログであったりとかね、まあ、SNSTwitter とかもそうですけどそういった文字媒体のメディアと比べて5000倍以上のでですすね情報量があるわけですよもちろんこれは身振り手振りであったりとか、まあ、私自身の表情であったりとかどういう服装していてどういう髪型をしてどういう声のイントネーションでそして言語化して喋ってるわけですよ。これで一撃の1本動画で与えられる情報量っていうのはたった1記事の5,000文字のブログよりも数千倍以上のですねこの情報量。の 価値っていうのがあるわけですねなのでその人のブログを1回見ただけでファンになることはないけれどもその人の動画を1回見ただけでファンになる結構あったりするんですよ。なのでそれぐらいねこのファン化のいわゆる教育力っていうのがものすごい強いこれが YouTube の最大の 特徴になりますなのでもちろんね YouTube はいきなり収穫媒体にはなるまでには時間はかかるんですけどもまずは最初は本当にチャンネル登録者数僕自身もそうです、えー、10人20人30人というところからスタートしていって動画をねあの ちょっとずつ上げていくそしてそれが資産となりその動画を見てくれた人がすごいファンになってくれてそこからね LINE 登録してくれたりとかさらにインスタを見てくれたり Twitter を見てくれたりしてそれでより自分に興味を持っていただいてそこが商品が売れたり来店につながるケース結構多々ありますなのでぜひねこの YouTube っていうのは、まあ、長期戦ではありますけども、まあ、インスタグイツイッターがある程度慣れてきたなその次の段階としてねぜひ始めていくというのをえおすすめしておりますはいいかがでしたでしょうか、まあ、今回ねえおすすめの s n s 参選少しでも勉強になったよとか気づきがあってるという方はぜひ高評価ボタン そしてチャンネル登録もねよろしくお願いいたしますでは、えー、最後まで動画を見ていただいて本当にありがとうございました